皆さんおはようございます。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。よろしくお願いいたします。今日のブログはですね、商品開発を容易にする発想というテーマでご紹介させていただきます。皆さんはピロレーシング、チェアウォーカーファッションというブランドをご存知でしょうか？このブランドは車椅子専用のジーンズを発売しています。少し面白い商品を販売してるんですよね。車椅子で通常ジーンズを履きますと、お尻の縫い目のところが、想像以上にですね、圧がかかって床ずれの原因になるそうなんですよね。そこでこの会社はお尻のところの縫い目をなくして、お尻にかかる圧を分散させたそうです。その結果、非常に快適に車椅子に、乗れるようになったということなんですね。あとですね、通常のジーンズを履いたまま車椅子に乗るとですね、背中や下着がこう出てしまうんだそうですね。股上が浅いんでしょうね。で、このジーンズならばすっぽりと、ここがカバーできるということなんですね。まあ、快適な車椅子生活が送れるということです。この他にも車椅子専用のレインコートなども製造しております。さて、今日のチャンス創造マネジメントのポイントです。あるライフスタイルやある人に特化した発想ですね。こういう発想をしますと非常に商品開発はやりやすくなります。その理由は、商品やサービスを使うシーンや人が明確なので、不便なこととか困りごとをまずすぐに収集することが可能ですよね。その人に聞く、そのシーンに遭遇している人に聞けば、困りごとや不便なことっていうのはすぐに収集できます。ところがですね、ターゲットが広いとなかなかそれができないんですよね。以前にも紹介しましたけども、ジーンズメーカーのリーバイス。こちらがですね、自転車専用のジーンズを発売しております。当然、普通のデニムに比べてですね、伸縮性はございます。あとはですね、裾の裏地に反射材がこうついていると。で、夜になったら裾をこう折り上げるとですね、反射材が出てきて、夜道でも車のヘッドライトに反射するってことなんですね。その他、置き場所に困る U 字ロックですね。これ、自転車のロックですよね。盗難防止の。それのベルトの通し穴にすっぽり収まるデザインになっていると。あとは、撥水性ですよね。小雨程度なら濡れないってことですね。そして、防臭加工も施されていると。で、内ポケットも iPhone が収まるサイズで、自転車で飛んだり跳ねたりしても iPhone が出てこないってことなんですよね。まあ、このような特徴でですね、自転車専用のジーンズを作っております。自転車に乗る人、車椅子を利用する人に特化すればこそ分かるアイデアですね。先ほども言いましたけど、ターゲットをこれで拡大してしまうとなかなか難しいんですよね。男性向けジーンズっていうちょっとかなり大きなターゲットにしてしまうと、男性がより喜びそうなアイデアとか工夫ね、そう簡単には出てこないと思うんですよね。対象が広すぎるので。で、そこでもっと絞り込んでみます。20代の男性、これもまだ範囲が広すぎますよね。20代の男性向けてのアイデアとか工夫がなかなか出てきません。そこでさらに絞り込んでみましょう。これは例え話ですからね、20代でラグビーをやっている男性っていうふうに絞り込んでみましょう。そうするとですね、ラグビーをやっている人っていうふうに絞り込んでますから、いろんな工夫やアイデアが出てくるはずなんです。ラガーマンの体つき見てほしいですよね。もうがっちり体型ですよね。胸板も厚く、足も太いはずです。もしかして通常のジーンズでは履けないこともあるんではないかなっていうのが想像できます。ならば、太い痩せても楽々履けるジーンズとかね、こういうのを商品開発することは可能だと思います。そして、ラガーマン対象なので、ラグビー雑誌へ広告掲載すれば、ラガーマンが確実に、そのジーンズを認知することは可能だと思います。絞り込みは発想をしやすくします。ぜひお試しください。それでは皆さん、今日もお仕事頑張りましょう。